はい、高橋隆造です。よろしくお願いします。ここから後半戦スタートです。ちょっとね、空気が重たいんで、ぜひ手拍子などして、体を動かして、重たくてごめんね。いえいえいえ、あ、まだまだまだちょっと落ちぶれるには早いんで、皆さんね、盛り上がっていきましょう。琴音って曲です。よかったら手拍子お願いします。聞き飽きたような語り出しからさ、始まりを告げた彼はいつだったけな。本当は今でも色褪せないまま、あの日に君はおどけてみせたんだ。伸ばして伝えたいことほど伝わらないから、イライラしたり冷たくしてしまうけど、言葉にできるのにできないことばかりで、どうしようもないこともあるけど、声を言葉を響かせなくちゃ、伝えたい思いがここにあるから、言葉にできないこの全部あなたに届けようとして、ここまた訪れる歌は
まあ頑張っていけてるんで、ね、それを歌いたいと思います。腹を解く曲です。悲しいから笑ってるの、誰にも分けずに背負えるから、嬉しいから泣いているの、満たされてからこぼれてるの、二人の街を背に流れていく、あなたが揺らぐ景色の中、踏みしめた道のど真ん中で、心の中で手を振る
つまでもあなたのこと忘れはしてもなくさないから明日はまたやってくるの嫌を悲しみ続けく呼吸も知らない落としたこっちゃないのといつだって誰かを置き去りにして二人の日々を背に過ぎていくあなたが焦ってく景色の向こう二人で一緒に描いたことは僕と共に生きてるかじゃあねまとるって繰り返してどこか遠くに離れていても僕はいつまでもあなたのこと忘れはしてもなくさないから時が巡り春が来て雪どけに咲く花のように命もめくり君に出会うよ生きているかなですかね、福井チョップで東京からツアーバンドで来るバンドと対バンします。